そうですね、やっぱりユニフォームを着て、まあ、本当に始まるんだなって、いよいよだなっていう感じがしました。いや、もう本当に早いなっていうのは聞いた時びっくりしました、はい。まあ、でも早くやる分にはいいことだと思うんで、積極的に参加したいなと思います。まあ、本当にありがたいことにいろいろな話をいただいた中で、やっぱりジェフさんが一番最初に自分に声をかけてくれた、それからやっぱり自分自身対戦してみて、ジェフが一番強いなっていう実感をしたので、まあ、ここで自分自身1年間やれれば本当に成長できると思ったので、ジェフに決めました。まあ、やっぱり他にはない、やっぱりハイプレス、前線からのプレス、そしてそこで奪ってからの速い攻撃っていうのが、まあ、本当に洗練されていたので、まあ、そこは本当に一番怖かったですし、やりづらかったなと思います。やっぱり前線で奪うことが多くなると思うので、まあ、その部分でやっぱりより相手ゴールに近いところで自分自身プレーできると思うので、その中でやっぱり自分の特徴である攻撃、ゴールにつながるプレーだったり、自分自身ゴールを決めるプレーだったりっていうのができればいいなと思います。そうですね、もう本当に去年からいるメンバーもみんな残ってますし、やっぱりあれだけの成績を残した、信頼を得ている選手たちがいる中で自分自身が活躍するってなった時に、やっぱり目に見える結果っていうのを自分自身に出していければ、まあ、本当にレギュラー争いに関われると思うので、やっぱりゴールだったりアシストだったりっていう部分を自分自身に突き詰めていきたいなと思います。はい、背番号14番小島修斗です。 J2 優勝を目指して、自分自身ジェフに 100% の力で、走り回るので、ぜひ背中を押してください。応援よろしくお願いします。